はい、皆さんのお天ともです。有心ゲージの実況となります。それではこれよりガンダム試作2号機サイサリス強奪チャレンジやっていきたいと思います。このガチャからね、強奪してみせますとも、できるかわかんないけどまあそういった心意気でね、できるっていう心意気で引いていきたいと思います。で、今回の立ちはだかる敵はこのサイサリスね、なんとか味方に迎え入れたい。ではね、もう解説も先ほど済ませましたので、早速引いていきましょうか。どこまで引いていくか。50連は最低50連、最高100連までいくかもしれません。それぐらい今回このサイサリスが欲しいです。はい、まあ、やっぱりね、何度も言ってますけど、大塚明夫さんね、僕が最も尊敬する大塚明夫さんの、ね、ガトーの期待ということで狙っていかなければならないんですよこれは使命というか、でさらにね、今回このサイサリスがめちゃめちゃ強そうということで、いや、まあ強いことはもう間違いないのかなと、そういった情報もね入ってきているので、ね、通常機体だけど通常機体以上のね性能を誇っている機体ですね。はい、いや欲しい、マジで欲しい。ニューアル重装機ね、僕持ってないので、まあ持ってるといえば持ってるねフルアーマーガンダム召喚できるんですけど、こいつをね初めての重装機、 UR 重装機にしたいです。では行きましょうか。 1% チャレンジね、はい、今回は下のねガトーはね、このガトーが本来であれば大塚明夫さんそのものなんだけど、今回はこのキャラガシャの方は引かずに、もうこのサイサリス1本ね、これに集中して、ね、ダイヤつぎ込んでいきたいと思います。まあそんなにつぎ込みたくはない、ね、早く出てほしいんだけど、それではいきましょうか。まずはチケットが1枚あるので単発チャレンジやっていきたいと思います。まああんまりねエンゲージではね単発心発揮できてないので、きっとね無理だとは思うんですけどね。まあ、ここ最近はゼータですね、ゼータを60連でゲットしました。まあまあ良かったですね。でカミューがね一緒に、その後引くことができて、神引き、ね、神湯引きとなったんですけど、あの時はたかが石ころで来なかったんですよね。今年はねたかが石ころ一つのあのセリフを言っていけばね、かなりの確率で引き当てているということで、たかが石ころ推しなんですけど、神湯の時は結局神湯のセリフでね、遊びでやってんじゃないんだよって、それで引き当てた感じで、なのでまあとりあえずね今回もまあたかが石ころで引いていって、ダメだったらまあ遊びでやってんじゃないんだよんで引こうかな、からのダメだったら、まあ、ガトーのセリフ、それかガトーって言って引いていくか、そんな感じでいろいろ駆使しながら、セリフを駆使しながら引いていきたいと思います。ではまずはね、単発1連ロックオンストラトスでやっていきたいと思います。でお願いします。狙い撃つぜ。頼む。あ、これでもうダメってわかるね。ね、両方来なかったからね。まあでも一応ね最初なので見ていきましょう。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンないよね。ガンタンク、量産型ガンタンクスタートでございました。では行きましょう、本番ね、ここからが本番です。それではダイヤね、本当はね本当は月末まで貯める予定だったんだけど、あとデルタプラスね、デルタプラスが来ればそれは引くんだけど、それ以外は、それ以外のイベントガシャスルーで行こうとしていたんですけど、仕方ないね、サイサリスが来たんだったら仕方ない、では行きましょう。ちなみにね、このサイサリスと来ると思い出すのがやっぱりね、その大塚明夫さんと共演した日で、その日ね、まあ非常にドキドキしてね明夫さんと共演、明夫さんと共演、失敗しないようにしなきゃっていうね、そういった、まあ、楽しみもありながら、当然ね、まあ緊張しながら行ったんですけど、この話ね、
多分まだエンゲージではしてないと思う。ガトードムチャレンジの時多分してないと思うので話しているんですけど、ガンダムウォーズで、ガンダムウォーズ去年の9月にね、サイサリスが来たんですよ。そう。で、その時に多分話していて、で、その時サイサリスね、33連でゲットしたんだったかな。うん。はい。で、その日ね、お守り代わりに、お守り代わりに、財布の中だったかな、胸ポケットだったかなに、財布か、その当時めっちゃやってたガンダムを、ね、トレーディングカードゲームのガンダムを多分やってらっしゃった方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、で、エースっていうカードがあったんですよ。かなり強いね、キャラクターとユニットがセットになってる、ユニットカードっていうのがあって、で、その緑属性がガトがあって、そう、ガト&サイサリスっていうカードがあって、めちゃめちゃかっこよくてね、そう、そのカードを財布にね、そう、忍ばせて収録に臨みました。で、結果ね、うまくいったっていうそう、そんな感じで、そう、サイサリスね、サイサリスは来てくれるはずと信じております。はい、では行きましょう。お願いします。では本日10連目では、高が石ころでアムロの力で引いていきます。高が石ころ一つガンダムで押し出してやる。さあどうだ、さあどうだ。ダブルカットイン率が高くなります。たかが石ころ一つを言った後はアムロとシャアが非常に来てくれやすくなるね。今んとこそう、かなり来てくれてますが、どうでしょう。バナージ、バナージ、お、そうだそうだ、バナージフロンタルのパターンもあるんだ。そうそうそう、両方来てくれるんですよそう、来てくれるんですよね。僕の動画ね、見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、両方来てくれるんだけど、ここで来ないっていうね、そう、 UR が来ないっていう、そのパターンが結構ある、かなりね高まるんだけど、ここでね落とされるっていうね今回もそれだった。ただ良かったから、もう一回高川やっていきたいと思います。スキップしよう。はい、なんか来てる、全部持ってるよね。はい、それでは続けていきます。はい、ではもう一回ね、ダブルカットインが途切れるまで高が石ころで引いていきたいと思います。では20連目ね、どんどんダイヤがなくなっていきます。はい、行きましょう。高が石ころ一つガンダムで押し出してやる。さあどうだ、再びダブルカットイン来てくれ。またバナジ、バナジからフロンタル。さあこのあと、このあと長引けくそ、このパターン、このパターン見飽きたよ。あと少しなんだけどな。両方のカットインからのが足りない。まだ行きましょう。まだ続けていきましょう。はい。それでは、三度目の正直、お願いします。二度あることはじゃない方ね。三度目の正直パターンでいきましょう。頼む。マジで頼む。ね。イベントガチャなので、限定ガチャではないので、ね。はい、でも引き当てたらだいぶ楽になる。いくぞ、30連目。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。さあ気合を込めました、魂込めました。どうでしょう。バナージシナン、シナンジじゃない、フロンタル、シナンジだけど。さあこの後増えたけど
SR 増えたけど、そうじゃない。違う、そうじゃない。そうじゃないんだ。ダメだ。ダメだ、ダイヤが。うわ。うわ。はあ、本当に100連とか行きそうだな。くそ。一回50連で引けなかったら、ちょっと休もうかな。うん。ちょっと考えようかな。うん。残り、とりあえず20連ね。とりあえず20連。やってみよう。うん。一回ね、一回間を置くっていうのも重要な気もしますし。うん。SR は多かったけど、まあもう全部持ってる機体ですね。はい。それでは、さっきもダブルカットインだったよね。うん。では、流れは悪くないはず。てか、10連引いたらもうダブルなのかな？そうじゃない時もあったから、違うと思うんですけど、どうでしょう。では、行きましょう。40連目。もう40連か。はい、行きます。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。あ、そうか。そうだ、この後まだ言ってないセリフがあった。そう、つい最近ね、ガンダムウォーズの方で、まあ、たかが石ころ一つで、すごい、めちゃめちゃすごい引きをしたんですよ。うん、史上最強引きをね。で、その時、もう一つセリフを言ってたんですよね。まあ、エンゲージでも多分前言ってたと思うんですけど、それ言ってなかった。ね、では、ここで行っていきましょう。では。行け、フィンファンネル。そう、あれ押したのに。押したのに。ダメか、やらかしたか。下がれ、下がってくれないと。あ、ダメか。フィンファンネル言ったら、フロンタルが顔を出さなくなった。諦めましょうね。たかが石ころはちょっと今日はもうやめよう。うん、ダメだ。うわ、まあ 1% だからね。っていうか 3% 来ないな。すり抜けも来ないな。厳しい。一回戻ろう。戻りましょう。どうしよう。一回戻って贅沢引き当てたね、遊びでやってんじゃないんだよ精神で行こう。うん、そうしようね。はい、カミューの力で、ね、アムロは今日は封印してカミューで行きます。でお願いします。遊びでやってんじゃないんだよ。ここからだ。行きよう。行きようってなんだ。行こうだ行こう。あーこれはフロンタル飲みパターン。つらい。これはつらい。これはツラタン。ツラタンイブラヒモビッチです。はい。今日は引くべきじゃないのかな。思いが強すぎてね、物欲センサー反応しまくってて来ないのかな。うわ、何かしらね、何かしら UR 来てくれると踏んでいたんですけど、ゼフィーとかね、うん、すり抜けですら来ない。これはちょっと来ますね。うん、ただ単にダイヤだけが失われたパターン。あ、でもまあ虹のハロコインね。虹のハロコイン来週には返還されますけど。あかん。あかんよこれ。ダメだ。どうしたらいいんだ。51一郎。一郎さん、どうしたらいいんですか。いや、
これ本当に今日やめた方がいいんじゃないか。サイサリスでどこまで持っていかれるんだ。一回ちょっと挟むか。狙い撃つぜ。これはシャアが一応来た。流れを変えてくれ。残念。ずさーってね。一応こっちも引いておきましょうか。狙い撃つぜ。まず力がもう力がなくなってきた。いやーマジか。ザクはもういいや。オルテガ、はい。ということでこれ以上引くべきじゃないのかな。うん、まあただこのサイサリスはちょっとっていうかめちゃんこ欲しい。うん、絶対使えるから、使えるって信じてるからね。はい。行こうとしてます。それでは60連目100連まで私はただ駆け抜けるだけのことだ。ん？コネクティング？コネクティングってなんだ？どうした？タイムアウト？なんだ？今かっこよくない？かっこよく駆け抜けるだけだって。駆け抜けるだけのことだね。言ったと思ったのに。リトライ、リトライ押したらもう行くのかな？どうなんだろう。あ、行った。今のこの有志エンゲージの不手際がサイサリスを召喚してくれるかもしれない。その可能性の獣にかけましょう。行きましょう。ガトー。あー来なかった。こっち来なかったらちょっと厳しいよね。うわ。ダメだ、全然ダメだ。まずい。これは凄まじい爆死動画になるかもしれない。このまま行くと。しかし行くしかないんだよ。行こう。100連まで私はただ駆け抜けるだけのことだ。でさっき引いてあれが起きて、で結局ダメだったから違うのか。ガトーって言っても来なかったか。それではいきます。70連目ね。70連目ラッキーセブン頼むよ。お願いします。それではあのセリフでいきますか。再びジオン最高を掲げるために、星のクズジョージのために、ソロモンよ私は帰ってきた。セリフ合ってた？なんか微妙に違ったかな。さあどうでしょう、どうでしょう。あー頼むよ本当。行きましょう。ソロモンよ私は帰ってきた。お、アムロ初めて。アムロがあった。あーシャア来ない、シャアが来ない。頼むアムロ、アムロ頼む。一番今日ひどい。一番今日ひどい。 SR 一つ最低保証。多分もうやめるべきなんだよな。うん、やめるべきなんだよ。
さあ残り30連いきましょう。ダイヤいくつになるんだ。3万使うから1万6000か。ダメだ、ソロモンダメだった。どうしたらいい。教えてくれウーフェウーフェ教えてくれ。いやー、何をしたらいいんだ。ここからここでガトね。うん、そうしよう。はい、ではいきます。80連目ガトー、頼む明夫さん、頼むガトーまずい、これはまずい。あーシャアだけ来たけど、これはちょっと言葉も出なくなりますね。流れが悪すぎる。もう撤退するべきなんだ。ただなんかね、動画のことを考えて、そう一気に引いた方がね、見やすいかなとか。うわひどい。2連続最低保証、 UR 一体も出ずこれはもうちょっとどうしたらいいか分かんなくなってきた。今日とことんダメですね。もうゼータで使ったか、ガンダムウォーズで使ったか、運を使い果たしたかって感じで、はい。いやー非常に今しんどい体調もねそんなに良くないんだけど、そんな中引いてるんですけど、よりねより心身がやられていくっていう。引くべきじゃなかったのかな、タイミングじゃなかったのかな。ゼロは答えてくれない行こうとしてます。もう残り20連ね、20連頼む。ダメだ、マジでダメだ。もう普通に引いていこうかな。普通にね、もう実況してない感じでね。あの実況してなかったら皆さんもそんなに喋りながら引いてないですよねまあ普通にね。SR は増えたけど、うわもうダメな気がする。100連目で来てくれるなんて、そんな都合のいいこと。皆さん、これが闇です。ガシャの闇ですね。確率ってこんなこともあるんですよね。そう、こういうことなんですよね。はい。いやー、この動画を見たら引かないですよね再生数いくら強くてもちょっとね、我慢しようかなってなると、まあそういう意味ではね、いい注意喚起むやみやたらに引いちゃダメよっていうね。そう、ある程度もう上限は決めてね、ここまで、今日はここまでっていう、まあ一応僕ね、
まあ100連まではっていう気持ちはあったので、で引いてるんですけど、はい。うおお、3連星なんだこいつ。ガンダムマーク2エウゴシオね。ああ、せめてティターンズ来てくれよ。こんな3連星いらないんだよ。うわうわ、これはダメだ。もう本当はやめるべきね。まあでももうね、あと10連で100なので、はい、一回戻ろう。さあラスト10連チャレンジ、これで終わりたいと思います。はい、一気にダイヤがなくなりました。こんなこともあります。こんなことも起こりうるってことを皆さんはね、もう知っていらっしゃる方いらっしゃると思うけどね、そう、これがガシャなんです。そうなんです。行きましょう。普通にポチってもダメだった。最後再びタカが行くか。うん、ちょっと待てよ。サイサリス拝んでおこう。頼むお願いします。お願いします。よし、行くぞ。では虹のハロコインがまあ100枚たまる。うんね、そこはいいんだけどサイサリス来てくれ。もういいでしょう。90連 UR なし、何の戦力アップにもなってないね、ほぼほぼなってない。来てくれ、頼む、行くよ。行きましょう。それでは最後です。泣いても笑ってももう当分引きません。当分ダイヤは温存です。行きます、100連目。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。行け、フィンファンネル。嘘でしょ。今日は本当にダメな日だったんだ。はい、ということでもう見るのも辛い。はい、もうこれはこれはダメだ。うん、ダメだこれは。ああ、まあ基本的にはね、やっぱり確率が倍になってるガシャ以外はね、スルーがいいですね。学びました。はい、いやー、これは辛い。ああ、何も、虹ハロ以外何も得られなかった。虹ハロは得られたけど、もう見なくて終わっていいかな。もう終わってもいいかな。一応見るか。ね。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ここまで見てくださった皆様、ありがとうございました。サイサリス、ゲットできなくてすみません。はい、ということで、もしよろしければ、高評価、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。